カサブランカ周辺で撮影されたグランデアメリカグランデアメリカは1997年にフィンカンティエリによって造船されグリマルディグループの子会社のグリマルディラインズによって所有運航されていたローローカ船である2019年3月12日に沈没した船尾の様子2019年3月10日ハンブルクからカサブランカへ向けて航行していた同船であるが フランスとスペインの間にあるビスケー湾において船内で火災が発生した。乗員27人全員は翌11日にグランデアメリカを放棄し救命ボートに脱出、その後イギリス海軍のフリーゲートカーがアガイルによって救助された。しかしグランデアメリカは乗員が救命ボートに脱出した翌日の12日に沈没し、 約4500メートル下の海底まで沈んでしまった。この沈没によって10キロメートル1キロメートルの範囲に石油が流出し、その油がフランスの沿岸方面に動き出したため、ラロシェル、ディアリッツ、バンデケンといった地域の環境が危惧される事態となった。また、本船は365個のコンテナを輸送していたが、そのうち45個のコンテナには、 10トンの塩酸や70トンの硫酸を含む危険とされる物質を輸送していた。さらにこの船はブラジルの輸入会社に運ばれる予定だった数十台の自動車も輸送していた。うち37台はポルシェ車で、さらにそのうちの4台は2019年2月に生産を終了した最終ロットのポルシェ 991GT2RS であった。この事故を受けてポルシェは 本モデルの生産ラインを再稼働させ、無事4台をブラジルのオーナーに納品した。沈没した元船の位置はオーシャンインフィニティからリースされたアイランドプライドによって特定され、遠隔操作無人探査機を用いて現場海域の調査が行われた。このローフは海中探査中に沈没した元船から石油がわずかに漏れ出ているのを確認しており、その箇所は密閉された。 グランデアメリカ沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。